宮崎薫のクリスマス EP A タイムレスクリスマスが2024年11月27日にリリースとなる。2019年から毎年リリースしてきたクリスマスソングに新曲をプラスした6曲入りの EP で、 A タイムレスクリスマスというタイトルには、時代や世代を超えて愛され続けるクリスマスの音楽を届けたいという思いが込められている。クラシックな曲から現代的なアレンジまで幅広いジャンルの楽曲で飾られ、クリスマスという特別なぬくもりをいろんなテイストで感じることのできる一枚となっている。2024年12月16日には EX シアター六本木にて宮崎薫クリスマスライブノエルインハーモニー2024ワンマンライブが開催される。ゲストにクリス・ハート、そしてザ・ジャズ・アベンジャーズから中園亜美、SS、寺地美穂、AS、若菜、AS、米沢美久、TS が出演し、豪華でクリスマスらしいサウンドが彩る一夜となりそうだ。クリスマス EP、A タイムレスクリスマス2024年11月27日、水曜日、リリースは RHR-0004-2500円、タックスイン1、ウィンタードリームに、ベビー、イッツコールドアウトサイド、フィーチャリング、クリスハート3、フィールライクイッツクリスマス、フィーチャリング、カットマクダウェル4、フォークリスマス、サンタプリーズ5、ベリーメリークリスマス6、横顔、宮崎薫クリスマスライブノエルインハーモニー2024、2024年12月16日月曜日、EX シアター、六本木会場18時開演19時ゲスト、クリスハート中園亜美、SS、寺地美穂、AS、若菜、AS、米沢美久、TS from the Jazz Avengers バンドメンバー、安中島、ミュージックディレクター、GT、超、桜田康弘、キー、リレー、タカ、ドクターズ、タルタノリキ、MNP、千田大輔、ベース、マイマフラワー、超一般チケット7700円、税込み学生チケット3850円、税込みファミリー席着席指定、保護者1名子供1名1万1000円、税込みチケット販売プレイガイド、チケットピア、ローソンチケット E プラステレ朝チケット、学生席チケット、小学生、中学生、高校生が対象当日会場の専用窓口にて身分証の提示が必要です。公演日、当日、身分証をお忘れの方は学生席チケットの対象となりません。差額分お支払いいただきますのであらかじめご了承ください。身分証、学生証、マイナンバーカード、パスポート、保険証などファミリー席チケット、お子様連れのお客様のために指定席内に設ける着席指定のチケット、ファミリーチケットは高校生までのお子様とその保護者を対象とします。保護者のみ、お子様のみでのご入場はできません。保護者1名につきお子様1名となります。ご入場時にはお子様の年齢が証明できるものをご提示いただきます。学生証、マイナンバーカード、パスポート、保険証など公演日当日お子様の身分証をお忘れの方はファミリーチケットの対象となりません。差額をお支払いいただき、座席も変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。門祖号東京 http://www.sogotokyo.com/03-3405-999 月度16時-19:00日曜、祝日を除く野外劇場、タオの丘2024、秋の感謝祭、宮崎薫ドラムタオ、A 組2024年11月9日、土曜日10日、日曜日14時野外劇場、タオの丘出演、宮崎薫ドラムタオ。